くらいの風だったら花火の光が全部飛んだっていう。いや、そうですね、一番いいですね。余られてもなんかそこで飛んだすごいですよ、花火が。大丈夫ですか？立たせます？コウス君も。コウス君も立たせばね、多分目印と。あ、大丈夫、見つけたっていう。あ、
昨年、都の内、理事長よりですね、開講祭の実行委員長を、やってくれと、任命をされてですね、本当に私でできるのかなと、思っていたんですが、困った時には僕も助けるよという温かい言葉をいただきまして、なんとか頑張ってみようと思って、本日を迎えられました。はい、今年は平日の木曜日、天気も心配でしたし、カレンダーのこの曜日の割り振りもあって、きっと実行委員長としてみんな集まってくれるのかなって心配してたと思うんですね。蓋を開けたら最高の天気に、このたくさんの市民の皆さん、改めて感想いかがですか？はい、久しぶりの平日開催だったんですが、昨日は加山雄三さんをお呼びさせていただきまして、スペシャルライブを開催させていただきました。平日にもかかわらず多くの皆さんに来ていただき、本当に感謝申し上げます。そして今からは約1000人の皆さんのコーラス隊によります恒例のドリームオブハーモニーでございます。実行委員長も何度となく、あの西黒公会堂のリハーサル練習に足を運ばれて、はい、もう皆さんの顔も覚えるくらいになっていると思いますね。はい、今度は今準備されているこの市民参加の皆さんにご挨拶をお願いします。はい、ちゃんと下の方に降りて皆さんに挨拶ができるように、私も下に降りましょうかね。本当ですね、皆さんが、本当に楽しみにしている最大イベントの一つです。私も頑張って歌いますので、皆様ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。ちなみにもうほぼ毎年出てるっていう方、ちょっと手を挙げてみていただけますか？あー、でも全員ってわけだ。あ、どうもありがとうございます。6割くらいですね。今年ちょっと初めて出てみたっていう方、ちょっと手を挙げてみていただけますか？結構いらっしゃいます。4割くらいですかね。なんかわかんないけど誘われたから出たっていう人、手を挙げてください。はい、お子さんたち正直ですね。どうもありがとうございます。でもこれもいいきっかけだと思いますね。はい、はい、あとは、いや実はですね、今なんとなく長々喋ってますけど、皆さんが揃うのをちょっと待っています。実はですね、あの横浜の市長さんもお見えなんですよね。はい、タイミングが整ったら市長さんに声をかけよう。あ、いいですか、皆さん、林芙美子横浜市長が応援に駆けつけてくださいましたんで、ちょっと拍手でお迎えしたいと思います。はい、市長さん、もしよろしければステージの方にお上がりいただけますか？こんなに近くに市長さん見るの初めて、来る人手を挙げてみてください。横浜市長林芙美子さんです。2日間にわたって本当に多くのイベントがありましたが、いよいよこのフィナーレが続いてきて、横浜銀行ドリームオブハーモニー、最高のイベントですよね。ここにいらっしゃる方も、毎年参加されている方もいらっしゃいますけども、この広場で一緒に横浜市歌を歌っていただいている方もいると思います。この先人が作ってくれた横浜を大切に大切にしようと、この開港記念祭をずっと続けているわけです。私もご一緒に横浜市歌を歌わせていただきます。皆さんもどうぞよろしくお願いします。今日このコーラスの皆さん、本当にありがとうございます。すごく長い間練習していただいているんですね。本当に感謝申し上げます。それから、協賛企業の皆様、ボランティアの皆様、本当にありがとうございます。本当につらいことでございますけれども、熊本では大きな地震に見舞われました。横浜市民の方もたくさん、ご支援をいただいておりますけれども、どうか私たちのこの思い、今一生懸命復興に向かっている熊本の方たちに向かって、心からの応援でこの歌を歌いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。
今年もこのタイミングで駆けつけてくださいました林久美子横浜市長にご挨拶をいただいたところでございます。ただいまステージ上ではコーラスの参加の皆様の全員の準備を整えているところでございます。前の方の皆さんもありがとうございます。もう今皆さん揃ったと